TV5 モンドのロゴ TV5 モンドはフランス語で放送されている国際テレビネットワーク1984年1月に開局主にフランス語圏諸国の人気番組やニュース映画アニメなどが中心である TV5 モンドは BBC ワールドニュース CNN MTV に次ぐ世界で4番目の規模を誇るテレビチャンネルである TV5 の 今はフランス語圏の5つの TV ネットワーク、テレビジオンスイスロマンドによって設立されたことに由来する。モンドはフランス語で、世界の意。フランス24にアフィートを参加に持つ、政府所有の国際放送統括会社フランスメディアモンド社と友好関係にある。2015年4月8日夜には、アイセルを名乗る組織から、ハッカーテロが発生。テレビ放送どころか、 すべての SNS サイトが運営できなくなった。影響は9日夕方まで及んだ。まず2000年にスカイパーフィードブにおいて放送を開始したが、日本国内の配信元のトラブルにより数ヶ月で終了した。その後、2003年から日本 BS 放送がプラットワンにおいて時間限定で放送を行った。しかし2006年に日本 BS 放送が CS 放送から撤退するのに伴い放送終了。2005年9月よりオンライン TV がホースメディアテレビサービスで配信開始。光 TV へのサービス統合後も配信を行っている。また、2007年6月からインターネットを通じた配信を開始。2009年9月に日本の生活時間帯に合わせて編成された新チャンネル TV をマンデパシフィックの放送を開始。 2009年12月には日本語字幕放送を開始、現在1日6から8時間の番組が日本語字幕付きで放送されている。大学などの教育機関やオフィス、ホテルなどの法人向けサービスも展開をしている。特にこの分野では東京都心部に位置するケーブルテレビ局である東京ケーブルネットワークと協力関係にあり、同局の協力のもと2005年12月より、 マンダリンオリエンタル東京へサービス提供を開始したことを皮切りに都心部への展開を果たしている。2012年4月1日よりジャパンケーブルキャスト株式会社の提供する JC キッズを通じて全国16のケーブルテレビ局で放送を開始した。ありがとうございます。